この動画では、交感性血管腫の病態と画像診断についてお話ししていきます。これまで CT や MRI など血管腫の動画をいくつか上げましたが、血管腫の中には対抗変性が起きて、通常の血管腫とは違った非典型な像を呈する交感性血管腫があります。今回の動画では、そのような交感性血管腫を特殊な血管腫として、病態と画像診断について理解するということを目標にお話ししていきたいと思います。これらのキーワードについてお話ししていきますので、交感性血管腫について興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは症例を見ていきたいと思います。63歳男性の方の症例で、T2 強調画像、T1 強調画像で、間 S3 に不均一な信号の主流が見受けられます。こちらの主流は、T2 強調画像で高信号ですが、T1 強調画像では低信号の領域や、T2 強調画像、T1 強調画像、ともに低信号の領域などが混在しているようです。拡散強調画像では、おおむね高信号ですけれども、ADC マップに関しては、非常に低下していて、拡散制限を示すような信号ではなく、中間のような信号のようです。造影 CT の動脈層では、形態的な特徴があり、この部分だけキュッと縮んだような、萎縮したような形態をしています。また、辺縁優位の造影効果があり、中心部は造影があまりされていないようですが、この周囲の感受質に造影効果があるというのが特徴的です。平行層では、こちらの中心部分に造影効果が及んでいます。こちらの方は、肝臓の交感性血管腫の症例でした。肝臓の交感性血管腫に関してですが、海面上血管腫に著名な対抗変性をきたした稀な病態とされています。血栓形成に伴って少子化や繊維化などの病理的な変化が見受けられます。2つの名前が付けられており、スクレローシングヘマンジョーマとスクレロステヘマンジョーマがありますが、スクレローシングヘマンジョーマに関しては一部に繊維化があるもの、スクレロステヘマンジョーマに関してはほぼ主流全域に効果性変化があるものということで区別される場合が多いです。しかし、この両者には病理学的にも免疫組織学的にも差異があり、スクレローステヘマンジョーマに関してはコラーゲンや弾性繊維が豊富で、厚い壁の動脈を有してマスト細胞が少ないなどの特徴を有しています。画像診断では悪性腫瘍、つまり転移性肝がんや胆管細胞がんとの鑑別が困難な場合が非常に多く、良性の腫瘍ですけれども不必要な手術になる可能性が高いというのが特徴的です。続いて今回の動画のメインである交感性血管腫の画像診断についてお話ししていきます。交感性血管腫は血管腫の内部で様々な対抗変性が起こることによって、通常の血管腫とは異なった非典型な像を呈することが多いです。それが原因で悪性腫瘍と完全に鑑別ができず、不必要な手術が行われることによって初めてわかるといったケースも多いですけれども、その中で画像診断で鑑別ができる可能性がある特徴的な所見について今回は見ていきたいと思います。形態、 T2 強調画像の信号、造影効果、 ADC に分けて説明していきます。まずは形態についてですが、間交感性血管腫に関しては繊維化が強い領域の被膜の収縮に伴う間表面の間凹があり、特徴的な形態を取るというのが非常に印象的です。この部分は地質上と形容されるような間実質の体積の減少があり、ジオメトリーマップアペアレンスと呼ばれます。続いて T2 強調画像の信号変化についてです。交感性血管腫は内部で様々な変性が起こり、不均一な高信号となります。 T2 強調画像でこのような高信号となった部分は病理的な少子化、低信号となっている部分は病理的な繊維化の部分を表すとされています。続いて交感性血管腫の造影効果ですが、対抗性変化によって血管腔が減少した部分は造影不良域となります。少子化した部分は造影効果が乏しく、繊維化の部分はゆっくりと染まっていき、その造影効果が遷延するといったパターンとなりますので、こういった少子化、繊維化、対抗性変化のバランスによって血管腫としては非常に非典型な像を呈することもあり、造影効果で判断することが難しい場合もあります。しかし今回の症例のように、この部分のあまり染まっていない部分をよく見ると、辺縁にブライトドットのような天井の高信号域があり、平行層で中心性の濃線を示しているといった主流の一部に海面上血管腫の所見が見受けられることもあり、そういったところをしっかりと観察することが重要です。また動脈層における
このような周囲環磁質の区域濃染もよく見られるパターンですので、そういった所見を丁寧に観察することが重要です。続いて、どれくらい拡散が制限されているのかを表す ADC 値についてですが、血管腫全般に言えることですが、血管腫の ADC 値は悪性腫瘍と比べて比較的高いということが報告されています。悪性腫瘍に関しては細胞が密に詰まっているため、その間を水分子がなかなか拡散できないということを表して ADC 値が低くなりますが、血管腫に関してはそれほど ADC 値は低くならないということになります。硬化性血管腫においても、少子化した領域というのは液状変性を反映して ADC 値は比較的高いことが報告されています。よって ADC 値を計測することによって、肝細胞がんなどの他の悪性腫瘍との鑑別に有用な可能性があります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は海面上血管腫に著名な対抗変性をきたした稀な病態である硬化性血管腫についてまとめました。病理的には血管腫の内部で血栓形成が起き、少子化や繊維化など様々な対抗変性が起こることによって、画像診断では非典型な像を呈しました。その中でも形態 T2 強調画像の信号造影効果 ADC についてまとめ、形態としては繊維化が強い領域の被膜の収縮に伴う肝表面の肝黄が出たり、肝実質の体積の減少が起こることによって地図上と形容されるジオメトリーマップアピアランスを呈しました。 T2 強調画像では不均一な高信号となりますが、少子化の部分は高信号、繊維化の部分は低信号となりました。造影効果としては対抗性変化によって血管腔が減少した部分に造影不良域が起き、少子化の部分は造影効果が乏しいですが、繊維化の部分はゆっくりと次第に造影されていき、後期層にわたって遅延性の脳線となるのが特徴的でした。また主流の一部に海面上血管腫の所見が残っていたり、動脈層における周囲環磁質の区域脳線を呈することがありますので、そういった所見を丁寧に観察することが重要でした。また拡散強調画像における ADC 値ですけれども、少子化領域に関しては液状変性を反映して ADC 値が高く、他の悪性腫瘍は ADC 値が低いのが特徴的でしたけれども、硬化性血管腫を含む肝臓の血管腫に関しては比較的 ADC 値が高い特徴があり、ADC 値を計測することによって悪性腫瘍との鑑別に有用な可能性があるなどのお話をさせていただきました。以上が今回の動画内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。